北緯35度42分45.1秒、東計139度47分35.15秒、北緯35.712528度、東計139.7930972度、35.712528、139.7930972、1933年8月、左手前が同感。 片岡知恵蔵得意の明朗劇金忠助大会20戦の上り、会見金忠助前編及び、中高編、芝浜の川財布のいずれも、日活配給作品旧作の3本だって、日活直営大東京とある。1937年6月、左手前が同感赤西かきた、浴槽の花嫁。 血類上位打ちのいずれも、日活配給作品旧作の三本立ての上りが立つ。1921年11月14日、東京市浅草区公園ロック4号地の小築館、南側、パティ館跡地に、映画制作プロダクション、活動写真資料研究会を率いる高松、豊次郎が開業した。大東京の命名は、後藤新平である。 オープニングプログラムは、活動写真資料研究会制作、井上玲さん、山根幹人共同脚本、共同監督作品、力の勝利であった。同作は、井上が主演するほか、後の映画監督、稲垣博士の父、東明二郎の初映画出演作である。高松は、1917年から、 日本館の支配人を務め、浅草オペラの朝日歌劇団を組織、同館に続いて、下役竹町一番地四号に、映画館、新東京を開館した。1922年から1923年5月いっぱいまでは、帝国キネマ園芸作品の風切りフラッグシップ館で、あったが、同年6月1日以降は、京都の牧の肖像を率いる牧の映画製作所の、 風切りフラッグシップ感となる。同年8月30日、同制作所の3作品、沼田光六監督の大阪守護の霧隠れ、絹笠定之介監督の金色やシャグの巻、長尾白区監督の恋地獄を上映したのを最後に、同年9月15日、関東大震災で首都は壊滅、浅草公園6区は悲惨な状況となって、 興行はストップした。牧野のフラッグシップ館は、同年10月から、同館が復興するまで、しげこ映画劇場に変更になっている。翌1924年1月2日には、復活、同じく、牧野映画製作所の牧野、沼田共同監督による、恐怖の夜叉で、幕は開けた。同年8月には、東亜キネマの牧野映画製作所の買収により、 当時院撮影所作品のフラッグシップとなり、翌1925年8月28日公開分からは、東秋根間から独立した、牧野プロダクション作品を公開した。片岡松園プロダクション作品など、1927年までは、ここで封切られていた。1930年3月、川端康成が、随筆、浅草に記したところによれば、 当時の道館は、西洋物瀬古班、つまり、洋画の旧作上映館であった。日本映画事業総覧昭和五年版によれば、同年当時の道館は、当時の観客定員数は450名。工業系統は、洋画、蔡英、経営は、高松と四次郎の個人経営、支配人は、吉田根野蔵、宣伝部は、高田武夫であった。吉田根野蔵は、その後、 大都映画に移籍して、九州市社長、北海道市社長を歴任して、大英への統合の一年前に、取締役に就任した人物である。高田武は、小泉香朝浅野修司はずみ常ねら一派の物書きである。1933年8月頃までには、経営が高松個人から、日活の手にすでに移っており、 日活直営という上りが映画館前に掲げられ、日活配給作品の旧作3本立ての上映館となった。映画年間昭和17年版によれば、1942年、当時の同館は、観客定員数は424名、経営は日活、支配人は柿沼伊助であった。第二次世界大戦末期の1944年2月、公演劇場。 三遊館、観音劇場、オペラ館等と共に強制疎開により閉館、取り壊されて、戦後、同地に、映画館は復活しなかった。戦後は、商店等が同地を分割して立ち、2013年、現在の状況も同様であり、北側、西側に接していた、小竹館等はすべて浅草ロックスになり、跡地は囲まれている。ありがとうございます。